はい、どうも、シャチクです。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、もうすぐあつ森が発売ということで、いよいよね、もうカウントダウンが始まりそうですね。本当にもうあと数日だもんね。やべえな。なんか俺がさ、緊張してきたんだけど、わかるこの気持ちみんな。ね、あと数日でしょ？どうするよみんな。島の名前決めた？大丈夫？どういった島にするかとかも。まだ決めてない人結構いるんじゃないの？どうなんですか？ちなみにですね、僕はもうすでに決めておりまして、今日はね、その話を中心にやっていこうかなと思っております。具体的にどういった島にするのかについてなんですけど、今のところ名前は何個か候補があって、第一候補としましては、みんな笑うなよ。ウホウホガチムチ島にしようかなと思ってます。いや、これネタじゃなくて本気でそう思っていて、まあ理由はね、まあいろいろあるんですけど、まあネタっちゃネタなんだけど、ガチっちゃガチなんですよ。やっぱりその島って、やっぱりみんな綺麗な島を作ることを結構目的にされてるんじゃないかなと思っていて、まあ大体の人がそうじゃないかな。まあ理想の島とか、まあ綺麗な島とか、まあそういった島をね、目指される方多いと思うんですが、僕はね、やっぱりみんなからそういったところを求められてないと思うんですよ。いや、社畜に別に綺麗さなんて求めてないしとか、多分そういった方ね、多いんじゃないでしょうか。やっぱり僕はね、今、道盛会のネタ系実況者として活動しているので、ネタ系実況者がね、綺麗な村とか綺麗な島って、正直なんか微妙なんですよね。まあ、インパクトに欠けるというか、まあそういったところで、まずね、インパクトある島の名前、ウホウホ、ガチムチ島にしようかなと思いました。で、まあ島の内容なんですけど、まあやっぱり島の名前からわかる通り、ウホウホ言ってくれる、まあ、ゴリラの住民を集めようかなと思ってます。だから本当にね、ゴリラだらけの島にね、しようかなと。もう住民全員ゴリラみたいな。結構ね、悩んだんですけど、僕はね、その路線で行こうかなと思ってます。やっぱりさ、猫系住民とかリス系住民とか人気あるじゃん。そこを中心にリクルーティングしても、正直ね、ありきたりになっちゃうと思うんですよね。うわー、かわいいなーで終わっちゃうと思うので、それってすごくいいことなんですけど、僕にはね、やっぱりそういったこと求められてない。そう、みんなのね、期待に応えられるように、やっぱりね、ゴリラ系住民でね、もうゴリラの島をね、作るべきかなとね。やっぱネタに走らないとダメかなと思っていて、ただみんなからはネタに思えるかもしれないけど、自分としてはね、ガチなんだよね。だからね、先ほど申し上げました通り、ネタだけどガチみたいな、ね、そういったイメージをね、抱いていただければいいのかなと。そして今、ゴリラ帝国を築くために頑張ってね、ゴリラ住民のアミーボを手に入れてるところなんですよ。で、すでにね、何個か手に入れていて、手元に何個あるんだこれ。マッスルとボイドはね、ゲットしました。あとね、スナイルとかなんかいろいろいるじゃん。そう、なんかいろいろいると思うんですけど、そこら辺もね、今のところ手に入れようかなと思ってます。あと4号か、まあ、4号もいるし、なんかいろいろいますよね。確かね、ゴリラ系住民だけでも10人ぐらいいたんじゃなかったっけ。まあそういったところでね、まあなんか暑苦しい島になりそうなんですけど、まあ見守っていただければなと。まあゴリラ帝国ね、頑張って築くので、多分ね、他の実況者でこんなことやったことないでしょ。みんなやった人いないと思うんですよね。だからこそね、面白いと思うんですよ僕は。これからゴリラ島でしかできない、まあ、企画であったりとか、まあ、ネタ系の動画とかもね、いろいろ撮れればなと思います。だからまあ今まではね、結構雑談実況系っていう形で、まあ、させていただいていたんですけど、先月ぐらいに動画1本上げたと思うんですが、企画とかもね、これから取り入れていこうかなと思ってますね。まあそのために、まあちょっとね、まあゴリラをね、集めるっていうのもあるんですけど、まあまあ少しね、ちょっと期待しておいてください。動画スタイルはね、結構変わるかもしれませんね。まあ雑談実況系もまあ今まで通りやるけど、それ以外にまあ企画とかもやったりとか、そういったこともやりますよっていう話ですね。はい、そういったところでね、今島の名前の候補と、あと住民についての話はしたと思うんですけど、具体的に島にどういった施設を建てるのかであったりとか、オブジェクトはどうするのかっ
ていう話をね、次にしていきたいなと思います。今のところはね、やはりそのゴリラ島ということで、ゴリラって僕の中の印象ではやっぱりその筋肉っていうイメージがあるんですよね。なんだろうね、やっぱりそのスプラトゥーン2とかでもやっぱ暴れてる人のことをゴリラって言うじゃないですか。あいつゴリラだなみたいな、20キロ取ってる人見たらあいつゴリラすぎでしょみたいな、まあそういったことをね、言われる方結構多いんじゃないでしょうか。まあそういったところでやっぱゴリラっていうのは力が強いだったりとか、まあ筋肉とかそういったイメージがあると思うんですよね。そういった背景からやっぱりオブジェクトは、まあ、筋トレ系の、まあ、道具であったりとか、まあ、バナナ系かな、まあ、バナナですよね、やっぱゴリラといえば。まあそういったところで、まあ、ゴリラのイメージに合うようなものをね、まあ、チョイスして、まあ、島を作っていこうかなと今のところは思ってますね。だからね、まあゴリラ公園とかも作ったりとか、まあゴリラコーポレーションとか、なんかね、とにかくいろいろね、作っていこうかなとは思ってますね。今ね、アイデアは結構浮かんでるんですけど、具体的にどうまとめようかというところがね、まだ決めかねているので、構想段階なんですよね。だからまあ、詳細については、あつ森出てから、走りながらやればいいのかなと。そう、プレイしながらね、考えればいいと思いますよ、そこについては。ところで皆さん、先ほども言ったかもしれないんですけど、島の名前とか、まあ、どういった島にするかとかってもうすでに決めてますか？なんかね、巷では森の手帳っていうものが、まあ、流行っておりまして、まあ、そこで、まあ、どういった島にするかとか、なんかね、まあ、フリーフォーマットなんで、まあ、人によって違うと思うんですけど、なんかいろいろ島の構想とか書かれてる方多いみたいですね。まあそれを手帳にしてなんかみんなにツイッター上で見せるみたいなことが流行っていて、なんかねすごくおしゃれだなと思いましたね。皆さん森の手帳とか書かれてますか？僕はね、まあ、特に作る予定とかないんですけど、流行ってるんであれば動画のネタとして取り上げようかなとは思ってます。いや本当に森の手帳完成度高いよね。めちゃくちゃ綺麗なやつは綺麗だし、完成度にびっくりするわ。まあ、逆に言うとそれだけあつ森に対してね、みんな期待してるんだなと思って、なんか嬉しい気持ちになりましたね。やっぱ僕も動物の森をね中心に今やっているので、やっぱりそうやってね、どう森ファンが盛り上がることによって僕も嬉しいし、周りも嬉しいし、やっぱりねみんなハッピーになるんですよ。まあそういったところでね、あつ森さんぜひね期待を裏切らないようによろしくお願いします。まあ完成度高いと思うから大丈夫だと思うけどね。これでちょっとね期待外れだったらちょっと悲しくなっちゃうけど、ただやっぱりね、夢見の館と御島はね残してほしいですね。今のところまだ情報は出てないんですけど、はい、ということでね、本日のお話は僕のあつ森での島作りについてでした。いかがだったでしょうか？特に興味ないですか？どうなんだろうね。まあ、一応ね、飛び森ではシャチホコ村っていうね、村を作りまして、で、現在ね、こういった形になっているんですけど、まあ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 、普通ですね。まあ、綺麗か汚いかで言うと、まあ、綺麗かもしれないんだけど、まあ、正直なんかありきたりというか、どこにでもある村なのかなと、自分の中で思っていて、やっぱりその、個性って重要だと思ったんですよね、飛び森実況をしていて。だからまあ、今回ね、うほうほ、ゴリラ島にねしようかなと。いや違うわ、どういう名前にしてたっけ。まあいいわ。まあとりあえずね、そういうねゴリラ系のね島にしようかなと思いました。今回めちゃくちゃ暑苦しい島になるかもしれませんが、ぜひね、あつ森出たらあつ森実況をバリバリしていくので、これからも見ていただければと思います。あとはですね、御島生放送もあつ森出てからしばらくはねやろうかなと思います。僕の生放送って今ね、御島中心なので、さすがにね、あつ森で御島なかったら、ちょっと困っちゃうなと思っていて、まあ、しばらくはちょっと飛び森の御島生放送も継続してやろうかなと思っています。はい、まあそういった感じですね。っていうことで、まあ綺麗がいいので、今日はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、これからもね、あつ森の最新情報であったりとか、あつ森で、まあ、話題になっているニュースについて取り上げて動画にしていきますので、ぜひこれからもね、チャンネル登録して見ていただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。もしこの後暇だったら、過去の E プラスの実況だったり、飛び森実況を見ていただければ幸いです。じゃあね、みんな、元気でね。